19年前の殺人事件、容疑者の自殺により。お母さん死んでるの？真実は闇に消えた。小説好きだろ。唐さんのお母さんって人殺しなんだって。息子さんにお話を伺いたいんですが。お前の親父さんを殺した犯人の子供だよ。誰が噂流してるんだろう。お大事に。自殺するのを知っていたということですか？この町の人間はみんな狂ってる。今どんな気持ちで生きてんだ？お久しぶりです。被害者の息子と容疑者の娘が知り合ってた。世界で俺たちにしかわからない秘密。妻の周辺で女性が領職される事件がいくつも起きています。あの人はこの家のお金が欲しかっただけ。人間の心は悪魔には勝てない。お前が俺を狙ったのか？私はいつも夜だった。でも暗くはなかった。太陽に変わるものがあったから。光と影が重なるとき、壮絶な真実が明かされる。私は知らない。白夜行。殺したのは心。